こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。カイジが誇る潜水艦が敵役に、静粛性ではトップクラスの潜水艦、各国共同で探し出す訓練を、日米英合同訓練はどんな展開を見せたのか。2019年3月14日15日の2日間、日本の本州の南方海上において、日本、アメリカ、イギリスの3カ国の艦艇、航空機による共同訓練が実施された。この日米英による共同訓練は、今回で2度目の開催であり、前回、つまり初回の実施は2018年12月で、同じく海域となる太平洋上で行われた。日米英といえば、くしくも第一次世界大戦後から第二次世界大戦までの間、世界の三大海軍国と呼ばれた国々だが、当時と大きく異なるのは中国海軍の台頭を念頭に置いている点だ。2018年12月の共同訓練には海上自衛隊からは護衛艦いずもが参加し、イギリス海軍のフリゲート艦アーガイルとともにアメリカ海軍の潜水艦を敵に見立てた対潜哨戒訓練を行った。今回の2019年3月の第2回目の共同訓練には海上自衛隊から護衛艦村雨と潜水艦イギリス海軍がフリゲート艦モントローズ、アメリカ海軍の対潜哨戒機が参加した。第2回目の方が小規模な実施となったが、海上自衛隊から参加した潜水艦の艦名までは公表されておらず、今回はこの潜水艦が敵役を演じたものだと考えられている。航空機は海上自衛隊が P-1 哨戒機、アメリカ海軍が P-8A 哨戒機を参加させており、これらが艦艇と共同で海上自衛隊の潜水艦を相手に訓練を行った模様だ。ただ参加した潜水艦の数は不明であり、敵役だけでなく複数の潜水艦が敵味方に分かれて、それぞれに対潜哨戒機、水上艦艇と連携したことも考えられる。こうなってくると公表されていないこの訓練の結果、つまり敵役と味方役のどちらが勝ったのか、もしくは優勢だったのかが非常に気になる部分でもある。どちらにせよ太平洋に面し、これまでも日米同盟に基づく共同訓練を行ってきた日米に加えて、本国から遠く離れた海域にまで艦艇を派遣したイギリスには注目だろう。イギリスは将来的には最新鋭の航空母艦クイーン・エリザベスをもこちらの海域に派遣する予定だと伝えられており、中国海軍への対応に注力する姿勢がうかがえる。ただし今回参加したイギリス海軍のフリゲート艦モントローズは、もともとは北朝鮮が行っている洋上での違法な物資供給を監視する目的で派遣されていたものだ。いわゆるセドリと呼ばれるこの北朝鮮の違法行為に対し、各国が経済制裁を無効にしかねないとして、カナダやオーストラリアをはじめフランスも哨戒機の派遣を行っている。イギリス海軍のフリゲート艦モントローズは多くの海上自衛隊の護衛艦と同様にヘリコプターを搭載しており、これらを活用し、
洋上の監視任務に当たっている状況だ。ちなみにフランスも日本とインド太平洋海域における共同訓練実施に大筋で合意しており、フランスの誇る原子力航空母艦シャルル・ド・ゴールの派遣も予定されている。こうして見ると西側諸国の保有する航空母艦の多くが日本の近海に集中することとなり、海上自衛隊の出雲、加賀の改修後にはさらにその傾向が強まると言えそうだ。もちろんこの背景には南シナ海で圧力を強める中国海軍を牽制する狙いがあり、もはや一国では中国に対抗できない西側各国の協調路線が鮮明になったものと解釈できる。このような動きの中で日本をはじめ中国海軍への抑止力として期待されるのは、やはり第5世代のステルス戦闘機 F-35 シリーズの配備だと思われる。海上自衛隊は護衛艦出雲、加賀を改修し、F-35B ステルス戦闘機を艦載機とすることが確定しているが、イギリス海軍の航空母艦クイーン・エリザベスも同様だ。すでにアメリカと F-35B ステルス戦闘機の共同運用を開始しているクイーン・エリザベスは、海上自衛隊にとっても非常に有益な参考例となるだろう。ただし、発艦用にスキージャンプ方式を採用したクイーン・エリザベスより、出雲、加賀にとっては、アメリカの強襲揚陸艦での運用の方が、より近いと言えるかもしれない。F-35B ステルス戦闘機については、その短距離離陸垂直着艦という、特性を実現するための構造上、どうしても耐用年数や航続距離が短いという欠点を内包している。しかし、同機が持つ高度なステルス性能と最新のレーダー技術は、仮想的たる中国海軍の策的網を超える作戦行動が可能だと召され、数で劣る自衛隊には欠かせない戦力だ。遼寧をベースに今後は自国建造でカタパルトを備えた大型の航空母艦を配備しようとしている。中国海軍に対し F-35B ステルス戦闘機と潜水艦は必須の戦力と言えるだろう。一方アメリカ海軍の原子力航空母艦は現在の主力の F-18 戦闘機に変えてF-35C ステルス戦闘機の配備を進めている状況だ。これも全ての機体を一気に代替するわけではないため、任務に応じて F-18 戦闘機と F-35C ステルス戦闘機を併用する運用となるのだろう。
こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。昨今の南シナ海で各国結束して、航行の自由作戦が行われています。日本だけでなく、米英豪南シナ海近隣諸国は一致団結しようとしています。ただ、一国の中国を抑制しようとね。英国もまた、空母クイーンエリザベスを南シナ海に配備するとのニュースが入ってきた F-35B ステルス戦闘機を、艦載可能な空母になる。米国の、アメリカ強襲揚陸艦と共に、南シナ海での任務に就くことになるだろう。今、世界では、強襲揚陸艦も、足の軽い軽空母として作戦や、任務に当たっている。では、英国クイーンエリザベス空母の南シナ海で、どんな任務に就くのか、詳しく見ていこう。2020年7月14日、イギリスのタイムズ紙は、同国の航空母艦、クイーン・エリザベスを中核とする空母打撃群が、2021年の、日米合同軍事演習に向けて派遣される可能性があるとの記事を報じた。イギリスの航空母艦、クイーン・エリザベスは、同型艦の、プリンス・オブ・ウェールズと共に、現在同国海軍が運用する、水上艦艇として最大規模を誇り、イギリスのアジア重視の方向性を、伺わせる。アメリカの大型原子力空母が構成しているような複数の艦艇を、随伴する空母打撃群として派遣される見込みだと伝えられており、同艦を含む8隻以上の一大艦隊での航海になるとの見通しだ。この内訳は、クイーン・エリザベスもしくは、プリンス・オブ・ウェールズにフリゲート艦2隻、駆逐艦2隻、攻撃型原子力潜水艦1隻、輸送船2隻の編成ではないかと見られている。これは、アメリカの航空母艦もそうであるように、クイーン・エリザベスも、次艦を防衛するための兵装もわずかしか備えていないため、艦隊の防衛を、行うのはず違反する艦艇の役割となるからだ。クイーン・エリザベスは、基準排水量が4万5千トン。満載排水量が約6万8000トン、全長が284メートル、全幅が73メートルの艦容を誇り、通常動力型航空母艦としても世界最大規模の艦艇の一つだ。航空母艦としての艦載機は短距離離陸、垂直着陸が可能なロッキード、マーチン社の F-35B ライトニング2戦闘機であり、最大で同機を48機。常時は、その半分程度を運用すると見られている。ただし、近年のイギリス海軍に、往年の世界最大の海軍国として君臨していた面影はなく、深刻な軍事予算の不足もあって自国所有の、F-35B ライトニング2戦闘機だけでなく、アメリカの同機との共同運用も、囁かれる。これは、12機の F-35B ライトニング2戦闘機対応1ユニットずつ、イギリス空軍とアメリカ海兵隊とがシェアし、クイーン・エリザベスを、共に母艦として使用するもので、クロスデッキと呼ばれている、英米相互共有の運用手法だ。
イギリス側のメリットと考えられるのは、前機を自国で用意する初期費用や、搭乗者の育成にかかる時間や費用を極力抑えながら、クイーン・エリザベスの艦載機キャパシティの確保を図れることだろう。一方のアメリカ側からしてみれば F-35B ライトニング2戦闘機を艦載機とするのは、全通甲板を備えるとはいえ、スキージャンプ式の発艦設備は持たない強襲揚陸艦が中心のため、同機の効率的な運用が目的かもしれない。またアメリカは F-35B ライトニング2戦闘機を強襲揚陸艦に搭載し、軽空母のように運用するライトニングキャリア構想を進めているとはいえ、その最大艦載機数は20機前後とみられ、クイーン・エリザベスよりはるかかに少ない。こうした両国の F-35B ライトニング2戦闘機をめぐる思惑が一致した結果が、クイーン・エリザベスを両国で母艦に使用するクロスデッキ運用の大きな推進力になっているのではないかと感じられる。また、軍事的な観点だけではなく、政治的な観点から見れば、米中の貿易戦争や新型コロナウイルスの問題、また、かつてはイギリスの植民地であった香港への中国政府の弾圧の強まりをイギリスが懸念していることも大きいだろう。日本でも同様に中国が自国経済に与える影響度合いは大きく、どちらかといえばこれまでのイギリスは表面上はともかく、実態としては中国に寛大な政策を実行してきた状態と思える。それが前述のようなアメリカと中国が全面対峙する状況下で、ようやくイギリスも反中国の姿勢を鮮明に示すことになったのが、クイーン・エリザベスのアジア太平洋地区への派遣という動きに見える。一部の報道ではクイーン・エリザベスの派遣は2021年の日米合同軍事演習だけに止まらず、ある恒常的に対中国政策として継続される可能性もあるという。これが事実であれば、第二次世界大戦以後、1970年代にはスエズ運河より、東の地域に自国の軍隊の恒常的な展開を終えていたイギリスが、実に半世紀近くの時経て、再び軍を派遣することになると言える。イギリスは、かつての植民地であり、同国の連邦加盟国である。オーストラリア、ニュージーランド、マレーシア、シンガポールのアジアの国との間に5カ国防衛取り決めと呼ばれる相互の安全保障体制を継続している。5カ国防衛取り決めは、各国の防衛力の整備とイギリスの相対的な小国化の進行で、1988年頃までには徐々に縮小傾向にあったが、1997年の香港返還と、
その後の中国の台頭から再びその枠組みを各国ともに見直す動きがあるようだ。こうした5カ国防衛取り決めを締結していることもあり、仮にクイーン・エリザベスのアジア太平洋地区への派遣が恒常的になる場合には、マレーシアやシンガポールの港を母港化するものと思われる。中国が初めて作った自国建造ゾラカーサントンですが、現在何やら不穏な動きをしています。今回はこのサントンを詳しく見ていきますね。何やら動いていないみたいです。2021年4月、アメリカは航空母艦セオドア・ルーズベルトを中核とする空母打撃群を南シナ海に展開し、中国が自国の領海だと主張する海域での軍事演習を行う姿勢を見せた。対する中国は航空母艦遼寧を中核とする艦隊を台湾沖での軍事演習に投入するなど、日本側でもその動向を海上自衛隊の艦艇、航空機らがつぶさに追跡していることが報じられてきた。さらに、中国は国際初となる航空母艦、サントンを南シナ海での軍事演習に送り出しており、同海域における中国の並々ならぬ強気な姿勢を示すものだとして、周辺国の注意が向けられていたと言える。現在中国海軍が就役させている航空母艦はこの遼寧とサントンの2隻のみであり、対外的には中国海軍の力の象徴的な存在としてアメリカに負けない空母打撃群の保有を目指したものだ。遼寧の大元は旧ソ連崩壊後にウクライナで未完成のまま放置されていたアドミラル・クズネツォフ級航空母艦ワギャーグを中国がスクラップ目的で入手したものである。あくまで軍事目的ではなく、テーマパーク等の商業利用を名目とする口実で、中国は1998年に入手したのだが、2012年には航空母艦として就役させ、中国軍初の航空母艦となった経緯を持つ。遼寧は基準排水量5万3000トン、満載排水量5万9439トン、全長305メートル、全幅78メートルの航空母艦としては、中型の船体に、およそ60機ほどの航空機を搭載することが可能とみられている。排水量や全長等の規模から見れば、60機の搭載機数は少なくはないが、そのうち戦闘機は J
J1 号、最大24機前後の搭載に止まると見られており、航空戦力としての打撃力は限定的である。この艦載機である J15 は、母艦と同様に、ウクライナを通して入手した。ロシアの SU-33 戦闘機の試作機を用いて、中国軍が航空母艦用に開発した。戦闘機と見られており、2013年から運用されている。ただし、遼寧自体が船首部にスキージャンプ式の発艦方式を採用した航空母艦であるため、J15 戦闘機の発艦には燃料、兵装ともに、著しい制限が必要となるため、やはり攻撃力には疑問が残る。3トンは、遼寧を完成させたノウハウと技術をもって、中国海軍が自力で完成させた国産第1号の航空母艦であるが、発艦方式に、スキージャンプ式を採用している点などは踏襲されている。3トンは推定値だが、基準排水量5万5千トン、満載排水量7万トン、全長315メートル、全幅 75.5 メートルと、遼寧より大型化が進められており、J15 戦闘機も 1.5 倍ほどの36機の搭載が可能なようだ。この3トンの規模感は、アメリカ軍の大型の原子力航空母艦を除けば、すでに世界最大の域に達しており、2019年12月の就役以来、中国海軍の威容を知らしめる艦艇として、大いに政治的にも利用されている。中国海軍では、この3トンに続く航空母艦の建造に、すでに着手しており、003型と呼ばれるこの新型航空母艦からは、ついにスキージャンプ式を廃止、電磁式カタパルトを装備するものと見られている。加えて、003型航空母艦の動力源には、アメリカ海軍と同様の原子力推進が、採用される見込みであるとも報じられており、使用上からはアメリカ軍の、大型原子力航空母艦に被験し得るとの見方もある。ただし、ここで問題となるのは、カタパルト射出に対応した艦載の航空機、特に戦闘機の開発だと指摘されており、長年の運用実績と実戦経験を経てきたアメリカ海軍にすぐに対抗する戦力とはならないだろう。しかし、すでにカタパルト射出に対応したステルス艦上戦闘機の開発も中国は同時並行で行っているとみられ、空軍の J20 等に続く海軍用のステルス戦闘機の出現も間近ではあるようだ。この2021年5月にアメリカ側が公開した情によれば、フィリピン沖の海上で停止している遼寧の姿を目視するアメリカ海軍の駆逐艦マスティン艦長の姿が写真に収められており、物議と憶測を醸している。というのも、2021年4月には衛星写真によって三亜の基地から出港した3トンが丸1日以上同様の海域に停泊していたことが指摘されていたためであり、何らかの理由で両艦ともに作戦行動を停止していたようだ。こうした状況からは、遼寧や3トンが空母打撃群としての
行動が困難な状況にある。例えば、補給艦や随伴艦艇との艦隊行動が困難な状況にあるのではないかと見られる原因ともなっている。特に、遼寧の写真からは、敵であるアメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦マスティンを至近距離に近づかせていることが憶測を呼び、護衛の艦隊が機能していないのではないかとすら揶揄されている。こうした海外からの批判を受けた中国国防省は当初強気の声明を発表していたが、中国海軍の高官が拘束され、遼寧等の能力について責任追及が行われているとも言われ、大事に発展する可能性も浮上している。尖閣諸島に中国海峡局が侵入を繰り返す中、中国の言い分は台湾が尖閣諸島を領土と主張しているのを逆手に取っている。現在では台湾を通り越している状況だ。今回は尖閣巡視船部隊に大型巡視船やさづきが就役、詳しく見ていきます。台湾が尖閣を領土と宣言撤回し、日米で台湾を防衛するって、話でちょっと動き出すような、私だけの考えです。この2021年11月19日には、中国海警局の所属船舶4隻が今年累計で31回目となる尖閣諸島周辺海域の日本の領海へと侵犯を行う事態が発生しており、同海域における中国側からの圧力は増すばかりという状況にある。日本政府では松野官房長官がこの事実を認め、中国政府に公式な外交ルートで厳重な抗議を行ったと記者会見で語ったが、中国側がそうした行動を革新的に行っている以上、今後も続くことは容易に想像できる。ちょうど1年ほど前の2020年11月には、中国の王毅外相が来日していたが、この際にも王毅外相はいかにも尖閣諸島は中国が領有する場所であるかのような発言を繰り返し、日本側のそれを放置するかのような対応も記憶に新しい。ここで、王毅外相は、中国が尖閣諸島を領有しているという事実を理解していない一部の日本の漁船などが、同海域への侵入を繰り返しており、その対応に、中国海警局の船舶が追われているかのような発言を行っていた。こうした発言を日本側がその場で訂正を求めないことをいいことに、中国側は王毅外相の発言がさも事実であるかのような体裁を繕い、中国の尖閣諸島領有を既成事実化するという自らに都合の良い方向に推し進めている。特に
今年2021年2月には、中国海警局の武器使用を大幅に緩和する海警法の改正を実施しており、従来以上に、現場の中国海警局の船舶の乗組員らの恣意的な判断で、携帯及び船舶備え付けの重火器を使用可能にしている。続く4月末には、海上交通安全法を制定し、9月から施行させているが、同法は、中国の領海内を航行する外国籍の船舶を中国海警局の判断で退去させる権限を与えると明示しており、尖閣諸島周辺に適用させてくるのは確実だろう。海警法にせよ、海上交通安全法にせよ、そもそも民主主義の法治国家ではなく、むしろ路人治国家とでも言うべき中国が法に基づいた対処を行うという定義自体が噴飯ものなのだが、狡猾であることは認めざるを得ない。いずれは、こうした中国が一方的に制定した法であっても、これを盾に尖閣諸島周辺海域における日本の漁船や海上保安庁の巡視船等に対して、中国は法に則って適切な対処をしたと主張し、排除を正当化するのだろう。こうした尖閣諸島周辺海域が危機的な状況下にあると言える2021年11月12日、海上保安庁に最大規模の巡視船である黎明型3番艦の朝月が就役を迎え、中国海警局へ対抗する新戦力となることが期待されている。朝月は排水量約7300トン、全長 150.0 メートル。全幅 17.0 メートル、深さ 9.0 メートルの艦隊に、軸出力で3万6000馬力を発生する4機のディーゼルエンジンを搭載しており、海上保安庁の巡視船としては前日通り最大規模だ。例えば、海上自衛隊の最新鋭のイージス艦である、マヤ型護衛艦でも、基準排水量8200トン、満載排水量1万250トン、全長170メートル、全幅 21.0 メートル、深さ 12.0 メートルの規模であり、朝月の大きさがご理解いただけるだろう。朝月は、その艦隊の大きさに準じて、兵装面でも、海上保安庁の巡視船としては、多数が搭載されており、スウェーデンボフォース社製の 40mm 単装機関砲 MK4 を2機、ジェネラルエレクトリック社製の 20mm バルカン砲 M61 を2機備えている。また、朝月は、艦隊オブに、ヘリコプター用の、離発着甲板と格納庫を装備しており、通常時には、1機のヘリコプターの搭載が、標準とされているが、物理的には、最大2機、なので、収納と運用が可能であり、航空運用能力の高さも特徴である。朝月が艦載機とするのは、ユーロコプター社製の EC-225 シュペルピューマ向きイタスヘリであり、同機を2021年3月の段階で、海上保安庁は10機保有しているが、さらに追加で5機の調達を行う予定とされている。これは、今回秋月が配属される海上保安庁の第11管区海所保安本部で、最も注目を集める点でもあり、同保安本部には、これまで、もっとサイズの小さいシコルスキー社製の S76D ヘリコプターを1機搭載できる、巡視船しか存在していなかったためだ。それらは、うるま、沖縄、琉球の3隻の津軽型巡視船であり、排水量約3200トン、全長 105.4 メートル、全幅 14.6 メートル、深さ 8.0 メートルと小型の艦隊であるため、運用可能なヘリも、それに準じたものだった。シコルスキー社製の S76D ヘリは、搭乗員2名以外には、最大で、12名ほどの収容力を持つ機体だが、
ユーロコプター社製の EC-225 シュペルピューマムキータスヘリは、3名の搭乗員以外に、24名の収容と1機で、倍に相当するキャパシティを持っている。このため、朝月は、非常時に、仮に、機の EC-225 シュペルピューマムキータスヘリを艦載した場合には、うるま、沖縄、琉球ら津軽型巡視船の4倍の輸送能力を持つ計算となり、警備や救難活動能力が飛躍的に高まると言えるだろう。こうした新造の大型巡視船、朝月の配備など、尖閣諸島周辺海域に向けた海上保安庁の警備力の増強は随時進められているが、同海域への中国海警局の進出の影響は大きく、一部からは、すでに、そこは、日本の領海とは言えないとの指摘の声も聞かれる。主として、これらの主張を行っている人々は、漁船等に乗り込んで、尖閣諸島に接近を試みた場合、中国海警局の船舶からの妨害を危惧する海上保安庁の巡視船によって、そもそも、接近することを禁じられてしまうと憤っているようだ。中国海警局の船舶が、現在のように、4隻を1組とする船団体制で、尖閣諸島周辺海域を闊歩するようになったのは、2012年に、魚釣島らの3島を日本政府が国有化して、以降から、特に顕著となったものと見さされており、この動きへの中国側の反発が大きいようだ。そこからは、日本政府が、尖閣諸島の領有化を強化しようと、政治的に動いたことで、むしろこれを妨害しようとする、中国側の強硬路線を招いたともいえ、日本の漁師の方々が、普通に漁場とできる状態ではなくなったのは事実かもしれない。しかし、この状態をもって、海上保安庁が、中国海峡局、海警局の船舶に対して、弱腰な対応をしているかのように主張するのは疑問であり、日本政府が政治的に確固たる方針を支持しない限り、海上保安庁の船舶個々の判断での対応はできないだろう。現時点で海上保安庁の現場の船舶が取り得る対策は、日本の漁船が中国海警局の船舶から危害を加えられないようにガードすることであり、いたずらに中国海警局の船舶に公然的な態度を見せるわけにもいかないという受動的な立場しか取り得ない。これをもっと能動的にせよというのは、現場の海上保安庁の船舶に言うべきことではなく、日本政府そものものへの対応を問うべきであり、現場判断で勝手な振る舞いもできない海上保安庁の職員の方々にこれ以上の負担を強いるべきではないと思える。1972年の日中国交正常化の際に、尖閣諸島の帰属問題については、棚上げとしてしまったツケが、今の現状に回ってきている状況であり、海上保安庁自体に、現状の責任を追及するような物言いは、全くの見当違いと言うべきだろう。